タシュケント地震は1966年4月26日に起きたウズベクソビエト社会主義共和国の首都タシュケントを震源地とする M5.0 の地震である。タシュケント地震は1966年4月26日に起きた。マグニチュードは5.0と大規模地震ではなかったものの、震源が地下3から8キロメートルと浅く。 余震が1000回以上続いたため首都多種検トに大きな被害を及ぼした。10から12秒間にわたって強烈な揺れが続き、建築物の倒壊が起きた地域は多種検ト内約10平方キロメートルに及んだ。10人が死亡、約1000人が重軽傷を負った。負傷の原因としては壁や屋根の倒壊によるものが10%、レンガや柱などの倒壊によるものが35%、 残りの55%がパニック状態に陥り窓から飛び降りるなどの原因で負傷したものであった。他市県と地震では多くの建物が倒壊したにもかかわらず、日本人捕虜のシベリア抑流者が強制労働で建設したナボイ劇場は無傷であり、市民たちの避難場所としても機能した。地震後、約3万6千戸の住宅、公共建築物が倒壊し、 7万8000世帯、延べ30万人の人々が住宅を失った。政府は、ソビート連邦の援助を得て、地震前の建物を再現するのではなく新しい集合住宅を建築することを決定。3年半後には、多種県との町に10万個の新しい集合住宅が建築された。現在の多種県との町並みは、地震後の都市整備計画により決定されたものに、 大きな影響を受けている。また、この都市整備計画により、多種県との南西部にあったチランザールへも都市整備が拡大され、多種県とは地震前より広い地域を収めることとなった。ありがとうございます。